これから暑い夏が迫っていますが、政府は火曜日、企業や家庭に対し、節電の要請をすることを決めました。私たちはこの夏をどう乗り切ればいいんでしょうか。山本さんです。はい、まずはどういった節電要請なんでしょうか。期間は7月1日から9月30日までのおよそ3ヶ月間となります。で、特に太陽光発電の出力が減るときと家庭での電力使用が増えます午後5時から午後8時頃まででの節電の要請を呼びかけということなんです。松野官房長官は国民生活や経済活動に支障がないように協力をと話しているんです。ではなぜ節電要請必要なんでしょうか。実は電力を安定供給するために最低限どれぐらい必要なのかを示します予備率というのがあります。で、この予備率は最低でも 3% 以上必要なんです。では来月7月のこの予備率の予想を見ていきましょう。10年に一度の猛暑を想定した場合、沖縄と北海道は高い数値なんですが、それ以外の地域を見てみるとギリギリで 3% を上回っている状況なんです。さらに気象庁は今年の夏平均気温は高いというふうに発表しているんです。ではなぜ予備率はこれ低いんでしょうか。理由の一つとしまして、国内の発電量およそ8割を占めます火力発電所の休止廃止にあります。これ理由としましては施設の老朽化などもありますし、今年3月には福島県沖で地震が発生しました。火力発電所一部が休止した状態になっています。さらにはウクライナ情勢、そしてテレワークで在宅時間が増えているので電力の需要が増加しているということにあるんです。では私たちはどんな対策をすべきなんでしょうか。まずエアコンです。室温のこの設定の温度なんですが、26度から28度にするだけで節電の効果は 6% あるんです。で、他にも冷蔵庫では設定を強から中に、そして食品はたくさん入れないということ、乾燥機は部屋干しと併用することなどが求められています。では節電をするということは節約にもつながります。7月の電気料金、大手4社すでに値上げを発表しているんです。ではどんな節約術があるのかというと、まずエアコンです。1度上げるだけで夏のシーズンでおよそ820円の節約になります。そしてエアコンの1日の使用時間、1時間短縮するだけでおよそ510円の節約になるんです。でも熱中症の危険性がありますので、できる範囲でお願いします。